今回は背番号11フォワード村田浩一選手にお話を伺います。よろしくお願いします。お願いします。まずは村田選手、天皇杯のゴール素晴らしかったですね。はい、はい、どうですか振り返って。いや、もう単純に勝ちたかったので決めれて嬉しかったですね。自分が結構いい位置に待ってたってだけで、いいボールが本当何回も何回も上がってたんで、それを本当ものにできたって感じですね。もうやっぱそのクロスにもういいのが上がってたので、それに合わせるだけというか。そうですね、はいはい、そういうのをもう狙ってたということですね。はいはい、で監督も言ってましたけど、何度も、まあ、練習からああいう風な形でやってたっていう風な話ですけど。そうですね、ここ最近クロスからの形っていうのはチームとしても意識してたんで、はい、その成果が出たのではないかなと思います。はい、それが見事にゴールにつながったということですね。はい、はい、まあ、今年ね、水戸に入ってここまで、まあ、シーズンでは15試合出場で2ゴール、あとアシストが4つっていうような形なんですけど、はい、どうですか実際、まあ、プロに入って初めてのシーズン。はい、出場機会とかももらってるし、まあ、チャンスとかももっとあるんで、まあ、得点に関して言えばもっと決めたいなっていうのが率直な気持ちですね。はい、まだまだ決めたいというか。はいはい、ただここまでできているとかそういう何かあります？いや、どっちかっていうとでもやっぱ課題の方が多いなっていう形で、出場の機会は、まあ、いただけてるんですけど、まあ、まだそれに見合うプレーというか、まだまだ結果を残せてないなっていう風な気持ちです。ああ、まだまだ結果が残せるというか。はいはい、どういうところが課題なのっていう風なのはありますか？まあ、フォワードとしてやっぱりゴール前で怖さを出せる選手にもっとなりたいなっていうのが課題で、まあ、結構拮抗した試合展開になることも多いんで、そういう中でこうゴールこじ開けれる選手になりたいなっていうのが思います。なるほどね。はい、もっともっとゴールを奪えれる選手、はい、そういうところですか。まあ、ここまでリーグ戦で2ゴールですけど、はい、ね、2ゴールはどうですか。はい、まあ、でも2ゴールともそれこそこうワンタッチシュートで、まあ、昨日もそうですけど、結構周りがこういいボールとか崩してくれて、それをまあ決めてるっていう形なんで、まあ、それも、まあ、1点は1点なんでいいんですけど、もっとこう自分で打開してというか、いうような得点を増やしていけたらいいなって思います。はい、自分で、まあ、持っていくとか、はい、ね、そういうところもこれからはやっていきたいというところですか。はい、あとは結構本当アシストの部分もね、結構村田選手あるなっていうのがあるんですけど、はい、そこら辺はどうですか。はい、まあ、そうですね、4アシストってことなんですけど、結構ごちゃごちゃした形から完全に意図したプレーじゃなかったりはしてるんですけど、まあ、それはでもゴール前でいい位置でボールに関われてるからできてることだとは思うんで、そういうまあ再現性は高めつつ、まあ、もっとこうクオリティ上げていきたいなって思います。はい、でも前で本当体張ってるからこそそういうのが出てるんじゃないかなって思うんですけど。まあ、そうですね、多分そこはまあただのまぐれではないとない部分もあると思いますし、そういうところは本当、まあ、本当何回も何回も再現性出していけるようにしたいなって思いますね。今シーズン、まあ、水戸に加入しましたけど、なぜこう水戸に来ようというふうに思ったんでしょうか。そうですね、大学の時に、まあ、声かけていただいて練習参加した時に、まあ、すごく雰囲気いいなっていうのが本当に率直な気持ちで、まあ、自分自身こう大学で一回サッカーを一区切りつけようかなって思ってたんですけど、いざこうチャンスをもらうとやっぱりもっとチャレンジしたいなっていう気持ちもあって、でもっとこうチームも成長するしていこうというなんか意欲みたいな感じましたし、それと一緒にこう自分も成長していきたいなっていうふうな気持ちで決めました。なるほどね。はい、そういうような気持ちで決めて、で実際に水戸に来てやってみて今どうです？はい、まあ、率直に楽しいですね。毎日は結構、まあ、サッカーやらせていただいてますし、こうなんていうか目標を定めてそれにトライしてまた反省してみたいなのは、そういう日々はすごく楽しめてるかなとは思います。村田選手自分自身 の, 選手としての特徴ってどういう感じですか。まあ、フォワードなんで得点するっていう、どんな形でもこう得点してチームを救える
いたいっていう気持ちでやってるんですけど、まあでも前線からこうチェイシングだったりとか、まあ、守備の面でもこうチームの勝利のために献身的にやれるってところが自分の特徴だと思うんで、まあ、そこはこうなくさず、まあ続けていきつつ、もっとこう攻撃においてもさらに怖さを出せる選手になりたいなって思ってます。あの本当見とって守備あのフォワードから行くじゃないですか、はい、やっぱそのものがすごく生きてる感じがするんですけど、はいはい、やっぱそこら辺はありますか。そうですね、まあ大学僕明治大学出身なんですけど、大学も結構守備に重きを置いてて、こう追い方だとかはそれなりに意識してはやってたので、それがこう水戸のサッカーにもすごくフィットしてるというか、なんかこう生かせているなっていうのは感じますね。あ、はい、なるほど。やっぱその大学時代からずっとやってきたものが、はい、今ここも同じような感じでやれてるというところですね、はいはい、であとはあの攻撃のところでも本当、まあ、得点シーンもそうですし、あとあの福岡戦でゴール決めましたけど、はい、あの試合なんかはすごい何度も何度も裏抜けようっていう意識しながらやってたじゃないですか、はい、でね、本当にあったところで見事得点っていうか、はい、あの失敗しても本当諦めずに粘り強くやってたなっていうのは感じたんですけど、はいはい、そこらはやっぱりそういうのはやってたというか、うん、そうです。もうあんま試合中は失敗したこととかにあんまとらわれずに、もう本当に何回も何回も背後抜けようっていうか、ゴールに向かおうっていう気持ちでやってましたね、はい、でそれがね、白井選手からのすごい、まあ、本当素晴らしいパスを、ね、はい、そこを決めたというか、まあ、でもあの動き選手もすごいね、中に入ってっていうのは良かったですよね、はい、うん、いやまあでもパスが結構良すぎて良すぎてパスがもうほぼ僕がシュート打つときにはボール止まってるぐらいの優しいパスで、パスが本当にもうパスをもう拍手やなって感じでした。それぐらいです、はい、でもそこにやっぱ走り出すディフェンス引きつけてね、走り込んでたっていうところもね、うん、そうですね、まあ結構あの週に1回2ブレンで、うん、若手中心でやってるんですけど、そういうのでやってた形でもあったんで、それがこう出たなっていう感じはありました、ね、はいはい、やっぱそういうのもやっぱ練習からやってるからっていうところか。そうですね、はい、それがやっぱりちゃんとものになるんですね。ですね、うん、はい、結構でも水戸ってそういうのはあるなっていうのは見てて思うんですよね。そうですね、うん、なんかこう多分こう日頃から割と意図を持ってやってる面が多いので、うん、試合で出る現象とかは本当になんかそこと因果関係あって結構つながってるなっていうのは思います、うん、はい、結構同期で仲がいいっていう話を聞くんですけど、はいはいはい、それはどうですか。まあ仲いいと思います、はい、いいんじゃないですかね。いいんじゃないですかね、分かんないですけど分かんないですか、分かんないですか。いやいやいや、まあでも一緒にいる時間とかは、はい、まあ寮生3人寮生っていうのもあって、はい、一緒にいる時間長いですね。ああ、はい、そうですか。自然と、はい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 、やっぱそういったところでね、一緒にいろいろと、はい、ね、で特にね、同期で大学で3人で来てね、はい、浅野選手と平塚選手とね、はいはい、でそこにあの茂木選手を絡んだりとかして、はい、そうですね、はい、なんか村田選手はだいぶあの3人4人の中でバクバクっていう話を聞いたんです。ご飯ですか。ご飯、はい、そうですね、圧倒的に食べるんじゃないですか、ね、圧倒的に食べるんですか、ね、多分4人の中。あ、でもそうですね、平塚と僕が結構食べると思います。食べるんですか。はい、はい、それはやっぱ 食はガツガツ食うし、なんかそうですね、食べるの好きなんで、むしろ僕の場合は食べ過ぎないように気をつけるっていう。あ、そうなんですか。多分、へえ、あのもう多分体を大きくしたい、太りたいみたいな人、結構サッカー選手いると思うんですけど、はいはいはい、僕の場合は多分太んないように気をつけるっていうのが結構課題ですね。それぐらい食べちゃうんですか。はい、それぐらい好きです。そうなんですね、はい、好きな食べ物っていうと何。僕エビが好きです。エビ料理名の方が良かったですか。いや別にいいですよ、エビ食材なんですけど。いやいや、エビ好きです。エビが好きです、はい、エビのものを何でも食べちゃう。エビチリとかだからめっちゃ好きですし、エビチリとか、はい、なんかパスタとかもエビ入ってるの食べますし、はい、エビのかき揚げとかも大好きですし、はい、はい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 、エビフライも好きですね。村田選手、これからの目標みたいなのはどういったところでしょうか。はい、まあ、チームとしては、うん、
J1 昇格っていう目標を掲げてやってるので、まあ、そこに対して、まあ、ブレずに、まあ、良くない時期というかもしかしたらあるかもしれないですけど、しっかりこう目標をぶらさずに自分たちにやるべきことを集中してやっていきたいなって思います。で個人としては、まあ、そこに J1 昇格っていうところに対してもっとこう結果で貢献できるように、得点もアシストもそうですし、もっと結果を出してチームを勝利にこう1試合でも多く導けるように、まあ、練習からいい準備してやっていきたいなっていう感じです、うん、はいはい、本当だから村田さんが選手がね本当に結果を出していければ本当チームもねどん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 また上行くんじゃないかなってやっぱありますよね、はい、うん、やっぱそのためにそうですね、やっぱり結果というか、はい、ね、ゴールアシストね、ぜひたくさんで決めてもらいたいなと思いますので、ぜひ頑張ってください、はいはい、では最後ですね、サポーターの皆さんに一言メッセージお願いします。もう本当に毎試合全力で、勝利に向かって頑張りますので、ぜひ会場に足を運んでいただいて、熱い応援をしていただけると、嬉しいです、個人としても、得点をもっと取ってチームの勝利に貢献できるように頑張ります、応援よろしくお願いします。今回は村田浩一選手にお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございます。水戸ホーリーホーク、今後のホームゲームのご案内です。7月13日土曜日は明治安田生命 J2 リーグ第22節ビファーレン長崎戦が行われます。会場はケーズ電機スタジアム水戸で18時キックオフ予定です。7月21日日曜日は明治安田生命 J2 リーグ第23節 FC 琉球戦が行われます。会場はケーズ電機スタジアム水戸で18時キックオフ予定です。皆さんぜひ水戸ホーリーホック応援にスタジアムにお越しください。スタジアムを水戸ホーリーホックサポーターで青く染ましょう。だからかに響かせろ。